こんにちは皆さん。今日は6月の8日です。明日が台湾の端午節といって日本でいう端午の節句にあたります。そして学校や仕事が休みになって少し連休があるので、その台湾の端午節というものについてちょっと説明したいなと思います。まず端午節、日本でいうと5月5日の子どもの日に端午の節句、男子の健やかな成長を祈願し各種の行事が行う風習ですが、台湾では6月に行われます。そしてその6月に行われて、食べるものがあります。それがですね、じゃじゃん、こちらです。ちまきです。でこの中にはお肉とかが入っていて、どっちかというと甘いちまきではなくて甘くないしょっぱいちまきで、これがすごく美味しいのでぜひこれを紹介していきたいと思います。そもそもその端午の節句の中国から始まったその風習は、紀元前3世紀の時に中国の宋の王朝の時にですね、宋の国王の側近であった屈原という方が人望を集めた政治家であったが失脚し、隋のうちに백일화公という、中国語で言うとミルオジャンっていうところで自殺をしたんですね。でその時にそれを知った宋の国民たちがこのちまきを川に投げ込み、魚たちが屈原の遺体を食べるのを制したのが始まりとされていて、その中国の歴史が深く関わっているということです。日本だと鯉のぼりをあげたりしますよね。それとまた違う文化です。でその時にドラゴンボートフェスティバルという、ことも行われていて、その動画も1年前にアップしたので、ぜひここら辺にアップしとくので、よかったらクリックしてみてください。なので歴史が深く関わっている祭日です。まあ少し難しい話はこのぐらいにして、実際にちまきの方を食べていきたいと思います。ちょっと油っぽいですね、これは。おお、いただきます。じゃじゃーん、こんな感じです。もち米となんだろうこれ、ちょっと油っぽい油飯かな。いただきます。なるほど、すごい美味しいです。もちもちしたお米の食感、もち米の食感と、あと中にすごいお肉とか芋系、なんだろうこれ、肉と、これなんだ、肉ですね。基本肉が入っていて、他にもいろいろ野菜などが入っていて、日本でいう炊き込みご飯みたいな少し感じのちまきです。すごい美味しい。しかも結構ボリュームがあるので、結構いいお昼ご飯になりますこれ。では今日は端午節、端午の節句、台湾では日本と違って鯉のぼりとかではなく、ちまきを食べたり、ドラゴンボートっていうイベントをやって、ドラゴンボートフェスティバルをやったりします。そういうご紹介でした。連休楽しみたいと思います。それでは。お